なんで牛なんだこれ、宮城は。おい、共振会来たからじゃない。犯人。なんで牛たんですね。マスメイドは。まあ、でもここは仙台牛なんだよね。仙台牛。でも、本当はみんなに伝わってたじゃん。でも使ってるのは、オーストラリアとアメリカ。ありがとう。あ、なんだか取られてないでっけえタブレットで恥ずかしいんだけど、ちょっと痩せる時に取ってくれる。やべえやべえから、ちょっと恥ずかしい。やめて、ちょっと腹やべえから。クイズ、そして何クイズ、こうやって録音して、例えばクイズ見といてさ、テレビでつないでから何かで見
のついてる。取れてるこれ。うん、取れてるのこれ本当に。あとはそば屋とさ、カメラ好きは一人じゃない。そば屋とさ、もうだって高校卒業して。何だよ今撮ってんの？いいんじゃない？見えないじゃない？今はどういう顔だ。
寂しがらずに冬がいつでもそこに登れてきたの溺れた
Thank you.
ちょっと。あ、こういう会。おお。こういう会？こういう会来てよ。見えはるところ。うん。はい、来てください。来て今、来て今。はい、行ってらっしゃい。はい。よかった、赤いな。そうだね。うん。はい、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。間違いなく期待よね。言ったきりじゃなくて。あれか、早ぶつの早いやつ。期待が大きかったな。いやいや、あの貸し切りだから。先まで行って今度 U ターンだもん。なんかショッピングセンターの駐車場に入ってさ。入ってたんだよな。唐揚げ粉まで。お返しをくださいませ。本日はご乗船いただきまして誠にありがとうございます。進行方向左手をご覧ください。大きな車に立ち入りのところは本格の鉄道株式会社でございます。以前は3万5000トンまでの船を作っておりましたが、今では一番の背後には一般
方向に本番の再生発電所となっており、以前の火力発電所と違い燃料にクリーンな天然ガスを使用し、倍人発生ゼロ、温室効果ガス、二酸化炭素の低減など環境に優しい出力46万8000キロワットの発電所になっております。しかしこの発電所も東日本大震災で壊滅的な被害を受け、復旧まで1年6ヶ月ほどかかると言われましたが、原子力発電所の停止に伴う電力不足から総力を挙げて復旧するため、1年足らずで再稼働にこぎつけました。また大きな建物の2台側、広大な地域は2012年5月に運転開始されました。メガソーラー発電所となる仙台太陽光発電所でございます。敷地は4万7000平方メートル、1万1000倍の太陽パネルとなり、出力1000キロワットで一般家庭で左。
捕食できません。また川の上流には豊かな森がないと育たないのです。森からの湧き水が植物プランクトンを育み海産物を育てるのでございます。カキの小さな貝がなんと1時間に10リットルもの海水を吸うのだそうです。その中から植物プランクトンだけを餌にしてカキは成長してまいります。宮城県産のカキは生食用で全国一位の出荷量で、特に小粒で1年ほどが多いのでございますが、湾内は栄養源に富み、カキの成長が早いためで、これも森の恵みの一つでございます。この湾内でカキは年間30億円、海苔は60億円ほどの生産額でございます。アジア風の来る船の場あゆっくり走るそうだな。屋形船みたいなの。危ないよ。危ないね。
ちょっと違うなぁ、ま、巻き物 OK か。やってなぁ。どうぞでいいんだよ。女性の強いな。白子も言え、白子。白子な。うん、東屋さんとったら、東屋さんとったら、そう。今言って、すごく奥や。どうぞご覧いただきながらお楽しみください。当社の図書館は、ここは昔ながらの石臼を使いまして、原料はスケトウダラと糸寄り台を混ぜ合わせております。ただいま回っておりますのは定番タイプのプレーン味の笹かまぼこになります。このように自動的に成形と串付けを行いまして電気とガスで焼き上げていきます。焼き上がりましたら自動的に串が抜け落ちまして熱をかまします。熱が冷めましたらこちらで真空包装熱気、冷却を行いまして日持ちがするようになります。日持ちはおよそ冷蔵庫で約3週間となっております。できたのか。では皆様の方に当店一番人気商品の笹かまぼこ自分でやってもらうのがいいよね。
焼いたいい匂いがするな。うん。うん。自分で焼くのもきついけど、焼いてもらうのはいいよね。